はい、弾き始める前に重要なこと、ライブとかで特に演奏会でもそうですけど、練習会でもそうです、これ、まあ、あちこちで言ってるんですけども、これをまとめて今回お話ししましょう。誰も見てない夜に二人で散歩する月の、はい、 BJ のウクレレ講座です。演奏する前に大事なのはリズムを感じるというところですね。今、このお話はいろんなところでしているので、もう見てる方もいらっしゃると思うんですけど、もう一回言っときますね。こう演奏ワン・ツー・スリー・フォー、なんとなくで入って、その打ち合わせようぜっていう、その打ち組が結構いるんですよね。これをやってしまうと出だしがぐちゃー、だんだん揃ってくるっていう風な感じですね。はい、まあ言うなればピントの合ってない動画で、こう最近ね、いろいろ YouTube とかでも、これもそうですけど、動画であるじゃないですか。ピントが合ってないのがスッて合ってくる感じですね。まあ映画なんかでわざとそういう効果を利用してるのがあるんですが、最初からパッと綺麗に見たいよねっていう感じです。曲は特にそうですから、そういうピンボケのところからスッと入っていって綺麗になったらかっこいいっていうものはないですから、最初からピントをパシッと合わせる。でこれは訓練で、練習で誰でも習得できると思います。よっぽどのリズム感のない人だったらできないと思うんですけども、大体大丈夫だと思います。まあそのやり方なんですけど、そもそもどういう仕組みになってるかというと、ワン・ツー・スリー・フォーって言われてる時に、頭の中でワン・ツー・スリー・フォーってこの弾いてるイメージがパッと出て、その通りに弾けばいいんです。わかります。こういうところなんですよ。で、曲を弾くとき、この間の動画でも言ったんですけど、歌うときにその先をイメージして歌うじゃないですか。弾くときもそうなんです。ソロも何でも、弾くときに弾いてる音よりもちょっと先の音をイメージしながら、楽譜見るときとかそうじゃないですか。楽譜見ながら弾くときに、G のコードの次が Em だったら、 G 弾いてる時に、あ、次のコード Em だと思いながら G のコード弾いてないですか。何も考えずに G 弾いてて、 Em の小節になったら、ああ Em だったんだって、こういう弾き方してたら間に合わないですよね。だから楽を見る時も一歩先を見る。でこの弾き始める時も、もう弾き始める時には頭の中でイメージを、ストロークのイメージを作っとくんです。そうすると1、2、3、4、ポッと綺麗にリズムが出るんですね。はい。で、これは訓練です。どうやってやるかというと、これもまあリズムのお話で、過去にもやってるんですけども、メトロノームを出していただいて、まあテンポ80ぐらいがちょうどやりやすいと思うんですけど、それで普通にダウンアップだけでいいです。ダウンアップで弾くんですけども、弾く前にメトロノームを聞きながら、1、2、3、4って頭の中で考えながら、これを自分で弾いてる音をイメージして、イメージできたら弾き始めてください。大体ぐちゃって言ってる人って、その最初のリズムがですよ、なんとなくで弾き始めて、合わせる癖がついてる人のやり方は、メトロノームの音を聞きながらなんとなく弾き始めてる。1、2、3、4って聞いてるのに、それに乗れずになんとなく弾き始める癖がついてるんです。先ほど言いましたみたいに、まずメトロノームを聞きながら弾く音のイメージを頭の中でする。でイメージができた、あ、できたら弾くっていう風にしてください。で最初イメージできるまで2小節3小節4小節かかる場合もあるでしょう。でもそれはいいんです。一人でやってるんですからね。みんなでやるときに1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4で4小節ぐらいやって弾き出さないじゃないですか。1小節ぐらいでパチッと1、2、3、4で弾き始めるっていう風になるので、ご自分で練習して1小節ぐらいでイメージできるようにすればいいんです。だから最初は4小節
かかっても弾き始めてぴったり合わせられるようになった。次はじゃあ3小節聴いたら合わせるようにしよう、2小節聴いたらイメージしよう、1小節で合わせるようにしよう、なんていう風に縮められていくと思いますので、そういう感じで毎1日で縮めようとしても無理ですよ。特にそのブチャーって始まってる期間が長ければ長いほど、修正するのに時間はかかりますので、ゆっくりで構わないです。とにかく弾くとき、これから何を弾くときも全部そうです。メトロノームを出して、めんどくさいんですけど、これ出してそれに合わせて弾く、で弾くときに1、2、3、4って頭の中でいいですから考えて、イメージできたら弾き始める、これだけやってみてください。これで変わってくると思いますよ。ただやりたいと思う人だけやったらいいと思います。めんどくさいですからね。だいたい練習会でもメトロノームに合わせて練習してくださいねって言っても半分以上の方はメトロノーム使わないと思うんで、めんどくさいから今日はいいやっていうのを積み重ねて次の練習会に来ても、使ってないのは聞けばわかりますからね。はい、使ったか使ってないか、すごくわかりやすいのがメトロノームなんですよ。はい、これ習得できますからやってみてください。というところでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。